最近我が家で購入した家電は MacBook Pro です。 FM 横浜 84.7 Alpha Link presents Radio Link Radio Link with DJ Chizuru Kobayashi。 小林千鶴がお送りしています。 FM 横浜アルファリンクプレゼンツレディオリンク、ここからは物流モノシリンクのお時間です。知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきます。今回は横浜市に本社を置く家電専門店株式会社野島の物流配送事業に注目ということで、素敵なゲストを迎えしました。株式会社野島の物流担当、岩崎元樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、もう野島さんは近所の近くにあるイオンの中の野島さん、よく利用して、ありがとうございます。あのスマホアプリ会員なんですけど、はい、お誕生日にはエコバッグもらったり、たまに来る DM でボックスティッシュもらったり、はい、ありがとうございます。本当お世話になってる。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。まず岩崎さんの普段の主なお仕事内容をぜひ教えてください。はい、私はですね、一応野島の配送工事を主に担当してまして、まあ普段は冷蔵庫、洗濯機、テレビだったりというものの大型商品の配送だったりとか、あとは夏場であればエアコンの工事も実際に担当をさせていただいてます。じゃあいろいろ免許持ってらっしゃるんですね。はい、あ、そうです。今取得に向けて勉強中のところもあるんですけども。はい、そうなんですね。はい、でもなんでこの野島の道を選んだきっかけって何かあるんですか？きっかけはですね、一応、ちょうど8年前になるんですけども、偶然こう会社の説明会にお邪魔する機会がありまして、そこで本当に偶然なんですけど、社長野島の講話の日でありまして、そこで聞いた社長の話からですね、こんな気さくで明るい社長っているんだなっていうのが第一印象で、まず社長に惚れ込んで、はい、そこから少しずつこう選考を重ねるにあたって、少しずつ興味を持つようになりまして、最終的に入社を決めさせていただいたっていうご縁あって、はい、そして今日もここに来てくださってるということですが、はい、その野島ですよ、はい、誕生の地が神奈川県の相模原なんだそうですね。はい、一応1959年、今から約65年前なので今年で65周年になるんですけども、ありがとうございます。あの社長の野島博士のですね、あの両親の方があの神奈川県相模原市の方で、今とは少し名前異なるんですが、野島電気工業社という名所で創業をしたというところになりまして、1972年にあの野島の方があの入社をしまして、オーディオビデオとか、あとパソコンの専門店というところで最初は、やらせていただいてまして、その後店舗数も徐々に増えていきまして、1991年に今の株式会社野島にあの称号変更しまして、現在に至るという形になっております。その後はどんな感じなんですか？その後はですね、一応90年代にはですね、あの会社作りでちょっと失敗があったというふうに聞いてまして、ちょっとどうしてもこう目先の売り上げだったりとか数字をすごく追ってしまったっていう失敗があったようで、そこからあの今の経営理念であります、こう全員経営理念ですとか、あとは野島が求めているコンサルティングセールスという基盤とした戦略にこう舵を切るようになりまして、現在はあの一般的な家電デジタル家電事業を軸として、あのキャリアショップやインターネット、あとは海外にも進出させていただいて、あの事業を展開をして成長を続けています。はい、あの今ね、海外にも広く進出されているっていうこともありましたけども、始まりは神奈川の相模原ということで、あのこの番組のスポンサーである日本 GLP、そのアルファリンク相模原っていう物流センターがあるんですけれども、あれなんですよ、その本当10キロ近くかな、野島フットボールパークありますよね。だからこれをご縁をきっかけに、あのフットサル、コートがアルファリンク相模原内にあるので、ぜひぜひ女子プロサッカーチーム野島ステラさんとかと
交流できるんじゃないかなって。あ、いいですね、面白いですね、うん、はい、そうそうそう、ぜひぜひあのアルファリンク相模原って、あの入居企業と入居企業同士がつながったり、それこそ地元の人とつながってお祭りなんかもあるので、はい、このご縁をきっかけにぜひぜひ仲良くなりましょう。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします、ね、はい、改めて株式会社野島がどんな会社なのか、はい、事業内容教えてください。はい、まあ、先ほども簡単に申し上げた次第ではあるんですけども、一応家電製品の販売をさせていただいているのと、あとスマートフォン、あと IT のデジタル機器、まあ、パソコンとかですね、うんうん、あとあの通信のインターネットのサービスなど、まあ、様々なところにですね、あの私どもも挑戦をさせていただいて、今お客様の方にご提供させていただいている次第であります、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、最初にもおっしゃっていた、はい、コンサルティングセールスっていうワード、はい、これすごくいいですよね。ありがとうございます。ちょっと野島が強みにしているところの一つにありまして、もしご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、全てあの自社の従業員であの店舗の方で販売を賄ってまして、メーカーさんだったりとか、あの au とかもソフトバンクさんとか、うんうんうん、まあ、そういったキャリアの営業さんいらっしゃる家電量販店も結構多いと思うんですけど、やっぱそうしてしまうとこうメーカーだったりキャリアのに偏って、うん、あ、どうしてもね、自社のものをおすすめしたくなっちゃいますよね、はい、うんうん、っていうところから、あの野島ではそういった販売の方は申し訳ないですけどちょっと置かずに、あの当社の従業員で全て販売をさせていただいて、フラットな立場でよりあのお客様のニーズに合った商品をおすすめできるような体制を整えております、うん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 、なるほど、はい、さあそんな野島の物流センターが横浜市鶴見区大黒町にあるそうですが、はい、こちらどんな施設になっているのか詳しく教えてください。はい、ありがとうございます。店舗にはですね、あの商品の在庫っていうものが、あのやっぱりスペースの関係で全ては置くことが難しいので。そうですよね、だって冷蔵庫とか洗濯機ね、はい、いちいち置いてたら大変ですもんね。大変です、もう、うん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 、一つ商品に関してはやっぱ一つの在庫が限界になりますので。そうですよね、はい、残りの在庫に関してはあの大黒町にありますその物流センターというところに、うんうん、野島ではあの商品センターというふうに呼んでるんですけども、でそこに在庫を置かせていただいて、まあ、いつでもお客様のところにお届けできる状態というものを整えさせていただいている施設になります。で一応あのメーカーから納品された商品等をですね、一時的にそこに保管をさせていただいて、で店舗からあのそういった出荷の指示がかかりましたら、そちらから各配送協力会社様の方に、うんうん、あの準備をしてお送りするような形になっております。大黒町にある商品センターって実際にどのぐらいの大きさ広さなんですか？はい、一応建物は4階建てになってまして、うんうん、そのうち野島が1階と2階を使用させていただいてまして、敷地面積でいうと約15,000坪、うんうんうん、まあ、例えると東京ドームとほぼ同じ広さ。あ、その1階と2階をつなげて平面にするとそれだけの大きさがあるというところに、はい、冷蔵庫とか洗濯機がずらっと並んでるんですね、はい、いやかなりの数が陳列されてるんだ、すごい、はい、その商品センターが新しく昨年できたんですよね、また別のところに。ありがとうございます、うんうん、去年の1月ですかねに、埼玉県の三郷市の方に、野島の商品センターの方を開設いたしまして、今かなり店舗数が増えてきておりますので、うんうん、どうしてもこう大黒の商品センターだけですとちょっと賄えないところが出てきておりますので、まあ、より効率よくお客様に喜ばれる体制という意味合いでもう一箇所起点を作らせていただいたという次第になります。あの事前に Google マップ上でなんですけど、はい、大黒と三郷の商品センターの方に私行きまして、 ありがとうございます、あの Google マップ上でですけど、ありがとうございます。まずその大黒に関してはこのスタジオからも近くの場所で生麦ジャンクションの、はい、ね、近くにありまして、ね、三郷も外観に近いから利便性高いですよね、うん、そうですね、うん、そういったポイントもきっと大黒町などに商品センターを置いた構えた理由狙いなんだろうなって思うんですけど、どうなんですか？はい、はい、やはり一番の理由はやはりアクセスの良さにありまして、うん、そうですよね、はい、野島の店舗に関しては一応神奈川県をが中心になってはいるんですけども、まあ、一応1都6県あと長野県、うん、新潟県の方に展開をさせていただいてまして、やはり大黒町にあの物流センターを構えることで、先ほどもおっしゃっていただいた通り高速道路のアクセスが非常に、そうですよね、はい、良くなりますので、
1日でも早くお客様に商品をお届けするには、うん、まあ、絶好の場所かなと。そうですよね、はい、思いまして、うんうん、そういったメリットがあった関係で一応物流センターを置かせていただいた理由の一つにはなっております。なんかかつてはまた違う場所にもあったんですよね。はい、もともとは、まあ、結構前なんですけど、あの相模原市の方に相川、うんうんうん、野島でも一応相川店というところのお店も一応もあるんですけども、一応そちらに構えていた時期もあったんですが、やはり店舗数が増えてきたというところもあるのと、うんうんうん、あとは現在あの都内東京23区への出店もかなり進めておりまして、今店舗数で言うと約260店舗ほど、はい、おかげさまであの拡大をさせていただいておりまして、やはりそういったアクセス面を考えますと、やはり愛川相模原よりもこう少しでもこう都心だったりとか、あとは高速道路にも近いこちらの大黒に拠点を置くことで、まあ、よりお客様に喜ばれる体制は整うかなと。やっぱ店舗が増えればおのずと物流量に変化が生まれますから、はい、場所に変化が生じたっていうところがありますよね、はいはい、では最後になりますが、はい、来月もう明日か4月になります、はい、4月から新生活する方に向けてぜひおすすめの家電などあれば教えてください。はい、ありがとうございます。まあ、野島ではですね、ただいまの新生活の応援セール、うん、開催中でございまして、はい、まあ、洗濯機や冷蔵庫とかもちろんなんですけど、こうまとめて家電をこう買っていただいたりするこのセットのお値引きっていうものもかなりお得になっておりまして、まあ、やっぱり新生活ってなると冷蔵庫洗濯機テレビだったりとかっていう、まあ、一つの家電製品に限らず多く必要になりますので、まあ、そういったまとめてご購入いただいたりするとさらにお得になるかなと思ってます。でもちろんそのご案内をするのは私たち当社の従業員になりますので、お客様に合った商品をですね、はい、お話を伺ってコンサルティングさせていただければと思ってますので、もちろんメーカーの営業さんは置かずにやってますので、ぜひそこにも注力してやらせていただいてますので、ぜひ店舗にも足を運んでいただければなというふうに思ってます。いろいろ料金がかさむ時期じゃないですか、はい、なんかそういった面でサービスってあったりするんですか？よくぞお聞きいただいてありがとうございます。一応ですね、ポイントもお返しを、うんうんうん、最大 10% ポイント還元やですね、うんうんうん、あとインターネットとお申し込みをいただいたお客様にですね、最大で6万円引き。6万円大きいですよね。大きすぎる。大きい、ま、これあくまで一例なので、お客様のご状況によってはさらに入る可能性もありますので、あとなんかこう設置にもお金かかったりしちゃうじゃないですか、ええ、そういった部分ではどうなんですか？設置に関しましては、うん、一応当社の指定商品にはなりますが、うんうん、一応すべて無料で配送設置の方をさせていただいております。はい、いやいや、それに合わせていろいろスマホの料金プランとかインターネット環境のね見直しっていうところもできますよね。はい、いや固定費の見直しって結構大事なんだよな。ちょっと高くなってますよね、ちょっとパッと見ると金額を、うんうんうん、はい、日頃の小さな契約も大事なんだけど、そういう固定費の見直し、はい、この新生活新年度に向けて検討するのも一案ですね、うん、はい、ぜひお待ちしております。はい、あとなんか野島さんのサイトで新生活する人のためのサイトもありましたので、はい、それもぜひねチェックしていただきたいですね。はい、よろしくお願いします。いや、岩崎さん今日はお忙しい中ありがとうございます。来週も引き続きお付き合いいただき、はい、家電物流の仕組みなどについてさらに詳しく伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということで今回の物流モノシリンクは家電専門店株式会社野島の物流についてお届けしました。